ここは武道会場。ベジータ、おめえはオラに本気出させるためにわざとバビディの術にかかり自制心をなくしあんなことをした。違うか。こうでもせんと貴様は俺と戦わん。たった一日で貴様は二度とこの世からいなくなってしまうのに邪魔が入ってしまったからな。そんなことで、たったそれだけのことでこんなバカなことを。バカなこと、バカなことだと。この俺にはそれが全てだ。魔人ブーのことなんかどうでもいい。こいつは俺の強さを超えやがった。同じサイヤ人でありながらこの俺を抜いたんだ。圧倒的な力を誇っていた王子であるこの俺をだ。こいつに命を助けられたこともあった。許せるもんか。絶対に。アビディ、マーニー誰もいねえ場所に帰ろう。俺はベジータと戦うことにした。望み通り場所を変えてやるよ。パッパラパそれほどまでオラと決着をつけたかったんか、ベジータ。こりゃ早く終わりそうにねえな。行くぞ、殺してやる、カカロット。やっふわうわふきなバニラ。俺たちの勝負には関係ない。嘘だ。おめえは完全に魂を売ったわけじゃねえ。うわお預けだ。どうやら貴様は魔人ブーが気になって集中できないようだからな。ジータ、
そしてカカロット。マジンベイ、こんなやつさっさと殺しちゃえよ。分かった分かった。なんだおめえ、そんなに強いのにバビディの言いなりか。うるさい、余計なこと言うんじゃない。マジンブーは僕の家来なんだ。言うことを聞いて当たり前だろ。うわすごい、よく頑張った。またな。ベジータだってそれやっても無駄だったろ。さあ、スーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人をもう一つ超えてみっか。トン、パッ、トン、トン。さっさとやろうぜ。これがスーパーサイヤ人3だ。時間がかかってすまなかったな。まだこの変化に慣れてねえんだ。これがやらなきゃ誰がやる。おい、マジンベ、こんなやつさっさと殺しちゃえよ。分かった、分かった。おい、許さねえぞ。なんだおめえ、そんなに強いのに、バビディの言いなりか。
うるさい。余計なこと言うんじゃない。魔人ブーは僕の家来なんだ。言うことを聞いて当たり前だろ。無駄だ。ベジータだってそれやっても無駄だったろ。なあ、スーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人をもう一つ超えてみるか。さっとやろうぜ。俺がスーパーサイヤ人3だ。時間がかかってすまなかったな。まだこの変化に慣れてねえんだ。オブはこれからだ。耐えきれない。もうそろそろ時間じゃ。あの世に帰るぞ。そうか、うん、わかった。なんだ、ごてん。うん、わかった。おめえ父ちゃんに抱っこしてほしいんだべ。なんだ、だったら早くやよかったんよ。で、母ちゃんを頼んだぞ。うん。じゃあな、みんな。死んだらまた会おうな。
こせ、早く。ああ、いた、やろうぜ。起こせ、早く。よっしゃ、ベジータとカカロットが合体してベジットってとこかな。さらに、おい、いいもんやるぞ。ほら、どうだ、見せてやるよ。こいつがスーパーベジット。ちくしょう、こんなはずじゃなかったか。まあそんなに落ち込むなよ。俺だって驚いているんだ。ここまで貴様をコケにできるなんて。もうまいけ、もう一度も。さて、もう飽きたからそろそろ終わりにするか。10数えるまで待ってやるから、お祈りでもするんだな。くそ。さて、果たしてうまくいくか。カロット、すごいやつだよ。お前はなんとなく分かってきました。なぜ天才であるはずの俺がお前に構わないのか。守りたいものがあるからだと思っていた。守りたいという強い心が得体の知れない力を生み出しているのだ。確かにそれもあるかもしれないが、そう、今の俺も同じことだ。俺は俺の思い通りにするために、楽しみ、敵を殺した、そしてプライドのために戦う。あいつは違う。勝つために戦うんじゃない。絶対負けないために限界を極め続け戦うんだ。だから相手の命を絶つことはこだわりはしない。あいつはついにこの俺を殺しはしなかった。まるで今の俺がほんの少しだけ人の心を持つようになるのが分かっていたかのような。頭に来るぜ。戦いが大好きで、優しいサイヤ人だけど、頑張れカカロット。お前がナンバーワンだ。オブはこれからだ。これがやらなきゃ誰がやる。俺に遠慮せずとどめを刺してしまえ。お
俺もさっきからそうしようと思ってたんだけど、なかなかそのチャンスがねえんだ。あいつを消してしまおうと思ったら1分間ぐらい気をためねえとな。1分間俺が何とか奴を食いとどめる。貴様はさっさと気をためろ。海王神たち、デンデ、あの玉でこの状況を見てやがるんだろう。ベジータ、たまには地球の奴らにも責任を取らせてやるんだ。始めるぞ、用意をしろ。元気玉の用意だ。ブーが相手じゃ、いくらちょっとずつ元気を生き返った地球人みんなから集めたって、少しずつではない、ギリギリまで元気を集めさせてもらうんだ。ベジータとやら、決め技にわしの元気玉を選んだところはナイスだぞ。さあ話せ。地球どころか宇宙人にだって話ができるぞ。助かったぜ。聞こえるか、世界の人間ども。なんだベジータ、見直したぞ。みんな、オラに元気を可能な限り分けてくれ、頼む。おめえはすげえよ。よく頑張った。たった一人で。今度はいいやつに生まれ変われよ。一対一で勝負して待ってんかな。ほら、もっともっと腕上げて。またな。それじゃあまた一緒に暮らせるだか。ご飯と御殿と家族4人で。お、早くパオズ山に帰って父の手料理が食いてえぞ。なんだよ父、どうしたんだ。Thank you.